しいですね。はい、こんにちは。突然ですが、北海道です。今セコマに行っていろいろ買って帰ってきたので食べたいと思います。はい、では買ってきたもの、ホットシェフのフライドチキン、うま塩もあったんですけどノーマル買いました。でこちら激安118円のナポリタン、安すぎ。でこちらキリンガラナ、以上です。あとパンツだね。これ好きなタイプ、いただきます。うん、これ好きなやつ。これ唐揚げじゃないんですよね、フライドチキンなんですよね。うん、乾杯。うん、かき氷の味。私このキリンのやつが好きですね。なんかいろいろ飲み比べたんですけど、もう一個セコマが売ってるガラナもあったんですけど、ペットボトルの、それは飲んだことない。もう一個ありますよね、ガラナ。あれリボンが出してるのかな。118円のナポリタン、これはお店で作ってるのかな。そういうわけじゃない、工場で作ってるみたいです。いただきます。うん、うん、安定した味。これで118円は安い。だってこのフライドチキンが260円ですから、倍以上。うん、北海道テレビって HBC ですかね。北海道テレビかな。今広島対ソフトバンクやってます。日本シリーズだ。広島1勝1部3勝ソフトバンクがめっちゃ勝ってるって感じですか。え、もう4試合もやったの。ん、え、もう日本シリーズ第6戦もやってるんですけど、知らなかった。今日一日旭川空港に降り立って、美瑛に行って、何見たんだっけ、あの色彩の丘、色彩の丘が本当にすごくて、今まで生きてきてこんなに地球の奥行き感じたことなかったんですよ。ちょっとね、とりあえずすごかったんですよ。色彩の丘マジ半端ないんですよ。行ったことない人も全員行った方がいいですね。合成を目の前にしてるみたいな感じでした。でその後、近くの美瑛専科っていうところに行って、そこでいちごジュースとバターロールって書いてあったけど、あれは塩パンだったと思うんですけど、食べて両方めちゃめちゃ美味しくて、そう、2個入りしかなかったから1個まだあるんですけど、これめっちゃ美味しくて、ヤオコの塩パン並みに美味しかったですね。でその後青い池っていう青い池に行ったんですけど、水色でした。でその後フラノマルシェっていうところでアイスを食べ終わりです。はい、でセコマ行って終わりです。うん、うん、美味しい。調味ミックス粉っていうのが美味しいんだと思う。なんかピリッとスパイス効いてるんですよね。
あ、そうだ、違う、もう一個カレー屋さん行ったんですよね。ゆいが独尊っていう、教えてもらったいちごジュースもあのツイッターで教えてもらったんですけど、ゆいが独尊のオムソーセージカレーがめちゃめちゃ美味しかったですね。すごいお腹いっぱいになったんですけど。でそこのお店の特徴で、カレーのルーが足らなくなったら、あの厨房まで行ってルールルルって言うと、あの無料で足してくれるらしいんですけど、私そのことすっかり忘れて、普通に上手に配分よく食べちゃって全然ルー足りちゃったんですよね。うん、この組み合わせ最強、ナポリタンとフライドチキン。でこのガラナをどっちにしようかなって、2種類ガラナをどっちにしようかなって選んでるときに、なんていうんですか、豚丼とホイコーロー丼出来上がり、出来たてですみたいになってたよ。豚丼かと思ったんですけど、そんなに食べれないんでやめました。というわけでね、以上セコマでホットシェフのフライドチキンとナポリタンとガラナを買って飲んで日本シリーズ見てるよという話でした。本当に色彩の丘本当にすごい良かったんで、あのもしよければ皆さんも行ってみてください。以上、ひろかでした。